選手による座談会スペシャル第3弾サッカーワールドカップロシア大会振り返っちゃおう座談会スペシャル第3弾でございます。ありがとうございます。よかったですね、こんなに続くとは思ってなかったですが、ではまず改めて自己紹介を本並さんからお願いいたします。はい、元選手の本並です。よろしくお願いします。お願いします。守備をしながら攻撃的なサッカー、まあ、パスをつなぎながらというところが、まあ、最後の最後のベルギー戦は出てきましたよね、うん、ただそれで見てる人もこう守備的だとあまり惜しくないんですけど、うん、攻撃的に全体がやってくれたんでこう点も取れましたし、ね、受けるのも面白かったなという感じしますね、はい、うんうん、まあ、このコンビア戦、まあ、相手が10人になったっていうだけではないですよね、勝てた要因は。いや、そこはそうですから、やっぱり作戦もありますし、まあ、スカウティングもして、はい、まあ、どこがウィークポイントかっていうのもしっかり把握していた中で点取りましたね、このスカウティングまで。それは、まあ、日本の強みだったかなって感じしますね、はい、そして第2戦、セネガル戦は2対2の引き分けとなりました、まあ、ここでも勝ち点1は、はい、この勝ち点1も大きかったですよね。いや、 やっぱりね、もう追いついてっていう2対2なんで、うん、まあ、ここで自信だぶつけましたよね、チームとして。うん、どうしていけばこうチームがこう上にいけるのか、まあ、点を取れるのかっていうのが、多分確信が自信にちょっと変わってきたの部分かなという感じしますよね。うん、で、そもそもはすごい日本よりもめっちゃ強いチームっていう前情報があったので、うん、はい、多分選手たちも今回その第1戦で勝って自信がついて、うん、2戦でセネガルという強いチームと一緒になるってなって、うん、はい、そこでなんかちょっと勝てそうな雰囲気あったじゃないですか、2戦目も、はいはいはい、なんか惜しいっていうのが言えることがすごい楽しくて、うん、そうですね、はい、多分その勢いでなんか勝ってたのかな。この2戦続けて2点も取れたっていうのがすごい大きい要因ですよね。大きい、やっぱり2点取れる、ま、それ前まで全く取れなかったんでね、はい、で、まあ、直近でやったところでパラグアイかな、うん、これはもう3番で4番で選手なんで取れた当たり前なんで、うん、その前だったら取れなかったんで、はい、やっぱ2点取れた、しかもワールドカップ、うん、っていうことで、特に攻撃的にいった中で取れたってことはやっぱ大きいじゃないですかね、うんうん、まあ、この座談会の第2弾、前回ではセネガルはまあフィジカルも強くて、うん、なかなか点が取りにくい、はい、むしろ取られて、うん、
勝ってるか、まあ、引き分けも厳しいかなという話もしていましたが、素晴らしかったですね。いや引き分けで良かったですよ。勝て、僕も勝てないと思ってたんで、はい、短いと思う。そうですよね。でもそういう思ってる方は多かったと思います。だいたい僕らこうこの解説してる人がほとんど、ちょっとセネガルだけは難しいんじゃないかなっていう。最初からボロクソでしたよね、結構。だって西野さんに変わってからみんな、なんか大丈夫なのこれでって全員が思ってたのに、第一戦でこんな勝っちゃったもんだから、日本中がおやおやおや、盛り上がったよね、西野さんごめんって。後から、ね、ごめんなさいって、いい意味で裏切ってくるんだなっていうのはありましたけれど、そして第3戦、ポーランド戦、惜しくも試合で負けてしまいましたが、そうですね、まあ、メンバーがね、ほとんど半分以上変わったんで、まさか変えるとは思わなかったし、ね、いや負けて、ね、他の試合がどうなってるかで、また敗退決まりますから、まさか、ね、変えるとは思わなかったんで、まあ、その辺の西野さんが持っている部分、まあ、信用してたこの選手、高田選手が全員がやっぱりやる気出て、一つになったのがポーランド戦、まあ、負けてしまいましたけど。はい、まあ、ほとんど正月試合出たんで、それ考えると、まあ、良かったかなという感じですね。うん、選手をガラッと変えてきたのは、その出れてなかったベンチの選手とかにも悪くなってあげようっていう、うん、その気持ちもあるし、まあ、今出た選手休ませて、うん、決勝トーナメントっていうのを見据えてた部分も多分あったと思うんでね。さすがに全試合同じメンバーでっていうのは厳しいところありますからね。いや、暑いみたいだったね、はい、ここは。しかも結構ワールドカップで 1、2 戦で結構消耗するし、はい、体力面、精神面、だからそれで少し休めたのが良かったかなという感じしますけどもね。はい、まあ、そしていろいろ良くも悪くもいろんな意見がありましたが、このポーランド戦の最後の決勝は、はいはい、どうですか？いや、私個人的には、はい、次にって考えてたので、うん、仕方もないというか、うん、まあ、これも戦術だなっていう、はい、まあ、思ってましたけれど、まあ、でもワールドカップやっぱり皆さん楽しい試合を見たいじゃないですか。これはサッカーを楽しみたかったらもうちょっと攻めてほしかったなとかっていうのも少しありますけど、まあ、結果良かったかな。まあね、でも見てる方が本当に苦しくて、選手たちの気持ちも分かるし、なんかその新しくサッカーを見てる人たちの気持ちも分かるし、でもまあかけてかけて結果ぐらいだったから本当に良かったんですけど、あと他のセネガル、コロンビア戦次第っていうのもありますし、本並さんはどうご覧になりますか？いや、僕はね、キーパー使いながらもっと回せと思ってもっと時間使えと、もちろんだと思う。はい、そうなんですね。攻めずに、もう攻めずじゃないですよ、全く。だけど、まあ、向こうの他の試合がもうひっくり返ったら、ちょっとよく結果的には悪かったと思うんですけども、はい、まあ、これ多分攻めても点取れる雰囲気なかったですよ。でポーランドも逆に日本が来て攻めないといけないってなったら多分リスクあって、これポーランドも勝てなく防具に変えるっていうのはまず許されなかったと思うんで、別に勝てるからもういいや、もう結局は上にも上がれないっていう部分もあったと思うん で、あとはやっぱりドーハの悲劇ってありますよね。あれで一人の選手が相手のエリア攻めていって、センターに投げてキーパーに取られた、そこから始まって点取られた、ただそれがあったんで、もしくはこのサイドでボールキープしてていれば、時間稼いでアンケートに回るかって出たんですね。だそれが頭に僕はあったんで、いや、回せ回せ、もっと回せって見てる方は当然お金払っていけるっていう仕込みもいるんで、これはね、金返せっていうのは当然だと思うんですけども、まあ、日本って考えると、まあ、それは仕方ない、まあ、勝負にこだわったのかなっていう。そうですね、私も浜本選手解説の方とかにこの話を聞いても皆さん同じことをおっしゃっていたので、選手だったり実際にやってみないとわからない意見もありますよね。まあ、ここまで極端になるってことはあんまりないですけど、10分はちょっと長かったな。ね、まあ、ポーランドの状況が状況ですけど、本来ポーランドがボール取りに来たらああいうことは多分なかったと思うんですけど、もう取りに来なかったんで、まあ、確かだないかなという。この他の試合、セネガル、コロンビアの試合もドキドキしながら見てますよ。ザッピングしながら取らないよね、取らないよねとか言いながら見てましたが、まあ、無事決勝トーナメント進出しました。素晴らしい日本
代表の戦いぶりでしたが、そして決勝トーナメントはベルギーとの対戦、これもすごい試合でしたね。そうですよね、負けますよ普通ねえ、もういや本当にそうです。だって2点先制して、うん、勢いがすごくて、うん、一番興奮した試合でしたこれは、やっぱり。でも、キールなんですかね。キールは言うんですか。違いました。なんですかね、やっぱちょっと時間帯として早かったかなって、はい、点取るのが。もう3分ぐらい、ね、3分でしょ、うん、そうですね。で、少し時間が長すぎて、今2点目取れて早い時間帯で、うん、で、3点目取ればゲームは多分決まってたと思うんですけども、うん、で、ちょっと2点目取られた時点でベルギーがちょっと本気、はい、ちょっとギア上げてきて、ね、全体のレベルグッと上がりました。火つけちゃった感じしました。いや、乾選手のすごいシュートで、うん、ベルギーもここまで日本に取られると思ってなかった。楽勝で、あ、まあ、やってるうちに1点いずれ入れやっていう感じで多分やってたと思うんですよね、うん、はい。それがなかなか、この選手も入れ替えてきて、まあ、高さが大日本っていうのが分かってきたと思うんで、その辺でペナルティとか入れて高さで勝負してきましたね、最後は。2対0になるのが早かった。うん、早かった。もう2点目が30分ぐらいに取っていれば多分状況変わってたと思うんですけど、はい、もう立て続けにすぐ取れてましたよね、5分の間ぐらい。あの本田選手のフリーキックも惜しかったですね。ですね、ね、それを考えると3点目がちょっと遠かった。最後のベルギーのカウンターもいろんな意見ありましたよね、はい、もう多分日本は後でかけたんでしょうね、最後もう。あの残り5分10分が結構良かったんで、はい、もうここで全部出し切ってしまうという感じがあったと思うんですよ、うん、でそこでフィニッシュまで行って点取って勝とうという気があって、うん、キーパーにキャッチされた瞬間に、あ、キーパーにキャッチされてしまったというのでちょっと集中切れて、そこでもうすぐやられて、はい、あ、そこで集中切れちゃった、切れましたね、感じで。もう今はそこそこ切れて、もう延長入ったら多分やられたと思うんで、はい、延長は見据えてなかった、見据えてなかったと思うんです。見据えてたら多分センタリング上げないで後ろで振り返って、本田が多分キープになったと思います。本来、あそこは試合は多分流れ分かっている本田なんで、はい、決めにかかったと思うんで、うわ、もったいなかったですけど、まあ、延長入れば多分 2,3 点ひょっとしていかれてる可能性は十分ありました。いやでも本当に惜しい試合でしたね。ちょっと夢を見た感じがありましたよね、うん、あ、逃げるかも、隠れるかもっていう、ね、それはもうみんな声つぶれてましたもん、ベルギー選手のあのゴールでみんなで騒いで、うん、ベッターの、ベスト16、うん、という結果になりましたが、まあ、この4試合どの試合も印象的でしたが、まあ、皆さんが思う MVP を日本代表選手で、はい、どの選手でしたか。私はもう乾選手ですね。すごいもう左サイドをずっと駆け回って、はい、何回乾選手がボール持つとみんな期待してワクワクしちゃう。で、やっぱりベルギー戦の2点目、うん、あれを決めた時はもう本当にかっこよくて、すごいシュートだった。あれでなんか結構レベルとして違う。いやいや、高いですよ。向かい戦術。そうですよね。びっくりしちゃって。なんかもう、乾選手は、ね、他の試合でもずっと頑張ってたので、うん、一番 MVP かなと思います。ベルギー相手に、よくあのシュートを打てるなっていう。見てて入っちゃったよって思って。もう入ったらどうすんねんこれ。本並さん、誰も好きなんだからどっちも思っちゃう。やったーっていう感じでやると、入ったでやばいやばい、やばい、寝てるわって思うんで。いやー、すごかったですね。私、うん、まあ、乾選手もそうですけど、うん、柴崎選手も、まあ、ゲームメイクをしてくれる選手でもありますし、はい、いろいろ、まあ、チームを組み立ててくれる選手だと思うので、うん、はい、柴崎選手に対して、なるほどね、まあ、僕は長谷部ですかね、やっぱり、ここまでチームをしっかりまとめて、監督との会話になって、うん、まあ、彼がいなかったら、チームがどうなってたなという感じもあったんで、はい、この状況でいろんなこと言われながら、うん、だけどしっかりチームを一つまとめたかなという感じは、うんうん、プレー以外で、うん、プレーはもっといろんなことしてほしかったですまあ、プレー以外ではすごく良かったんじゃないかな、プレーも良かったですけど、うんうん、精神的なインサイト必要ですよね、長谷部選手は。ポーランド戦もその後半、途中から出場されて、うん、そうですね、長谷部選手がいろいろ選手に回してというのもありましたしね、
まあまあ引退はね、仕方ないことですから、まあ、年齢的に言っても次38ぐらいになるのかな、はい、もう難しいじゃないですか、はい、厳しい、まあ、ちょうどこう、まあ、変わるときかなという、譲るっていうものじゃないですかね、新しい選手に。次、誰がキャプテンをやるんだろうっていう、多分誰がやるんですかね、まあ、吉田麻也とかあれじゃないですか、まだやるんであれば、はい、もしくは長友か、ああ、まあ、多分できると思うんで、はい、うん、キャプテンやるのって、やっぱりなんかこう、性格とかもあった、あります、あります。どういう性格、どういう、まあ、責任感強い選手ですよね、うん、まあ、宮本にしても責任感が強いし、うん、まあ、その前も走らたりとか、いろんなそういうのがいたりですけど、まあ、責任感が強いし、チームのためにっていうのがありますから、うん、あと、少しクールというか、うん、なんか口数が、まだ少ないとか、イメージが、そうですね、やっぱり、まあ、常に周りのことを考えて、周りの気遣いもできますし、まあ、監督との話もできますし、まあ、海外の言葉を喋るというのが、多分一番ですから、ってなるとやっぱりじゃあ海外経験のある選手じゃなきゃいけない、うん、の方がいいと思いますね、まあ、海外の監督になるかどうかわかんないですけど、はいはい、あ、そうですよね、代表戦でも審判とのコミュニケーションとかもありますしね、うん、だから全員、まあ、長谷部も喋れるし、まあ、宮本も喋れるし、はい、まあ、あいつが昔どこかアジア大会かなんかで PK やり直して向こうでやってくれとか言って、それで PK やり直しになって向こう逆サイドでやって勝ったんですよね、それ、へっていうのもあるんで、やっぱし、レベルで喋れる、まあ、はい、あまりお店で取ったらダメなんですけども、うん、その辺の要求は知っていかないといけないんで、やっぱ喋る選手がいいんじゃないですかね、うん、いや楽しみですね、ますますよ、はい、そして続いて、まあ、日本代表戦振り返り終わりましたので、うん、まあ、トータルでフランスが今大会は優勝しましたけど、はい、いや、皆さんどうでしたっけ、優勝、いや、私何だっけ、なんて言ってたっけ、ブラジル、僕はフランスって言ってるんですけど、あ、やったー、言ってない、言ってない、言ってない、ちょっと、言ってない、言ってないけど多分言ってる、なんかでもどうしても私、あの日本やっぱり応援しちゃうんで、こっちサイドばっかり試合見ちゃうんで、こっちが手の固まってましたね、そうなんですよね、どこって言ったっけ、2人とも、私どこって言ったかな、分かんなかったんですよ、でも途中からフランス州はしてたんですよ、なんか私の中で若い勢いがすごいなって思って、もう私このフランス対アルゼンチンがめちゃくちゃ面白くて、あのエムバペ選手がもうこんな足速いのっていうスーパープレーもたくさんあって、ヒールでおしゃれにこうやってやったりとか、そう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 、もう本当に興奮して、これはもうフランスを応援しようと思っちゃいましたね、そう、どうでした、私、そうですね、フランスのもそうですけど、ロシア、クロアチア、開催国ロシアが、正直、ここまで勝ち続けると思っていた、日本よりあの FIFA 下ですからね、一番下のチーム、すごいですよね、開催国強いなっていうイメージもありましたし、モドリッチ選手のミドルシュートも鳥肌立ちましたし、TK 戦まで行ったっていうのが、クロアチア大変ですかね、なんか大変でした、でも3試合連続延長戦まで、かなり疲弊はしてたと思う、それでも決勝まで行きましたから ね、 そうですね、選手としてはどうですか、この3試合連続延長まで行って、いや相当しんどいでしょこれ体力的にはもうだいぶ消耗すると思いますよ、ほとんどメンバーで一緒に固定してやってて、はい、メンバーは変えていってたけど、うん、スタートは全部一緒だったんだけど、モドリッチってクロアチアですよね、モドリッチって今大会で一番距離走ってて、うん、合計60何キロ走ってて、へー、この短期間で大変ですよね、頑張ってるな、選手がコンディションを戻すのにどのくらい時間必要なんですか、どれくらいですかね、まあまあ試合のあれにもよるけど、うん、いやもう1週間ぐらいあったらいると思いますね、すべて真っ赤なような大変でしたね、うん、ただ2、3日は最低完全に休まないと戻ってこないですね、その休んでる間ってなんかどういうケアがあるんですか、いやもうマッサージやったり、まあ、ストレッチやったり、まあ、軽く運動するぐらいで、ただ2、3日間しか開かないので多分ほとんどその回復に回してると思うので、はい、トレーニングはほとんどやってないと思います、さすがにそうですよね、ここまで試合が続くと、そのやってる間にもビデオ見たりして、まあ、頭の回転をもうフルカウントしないと相手のリップポイントその動きを全部
サービスしないといけないんで。休むのもないですね。ゆっくりできないですね。帰ってからゆっくりしてください。もう本当に死ぬ気で全力で戦うわけですからね。本並さんはどの試合が印象ですか？どの試合ですかね。まあこれがやっぱ面白かったですね。面白かった。あとどこかな。ブラジル・メキシコも結構面白かったです。で、アンガー面白かったのはこのイングランドが勝ち上がり、あのフリーキックで負けてたフリーキックをひっくり返すみたいな、はい、それが面白かったですね、このセットプレーというのは。クロアチアはやっぱり多彩でしたね、攻撃が。モドリッチ中心に結構いろんな人が来ました。なんかこれもう、4年先まで全くないですね。はい、なんかそれがすごい残念で。だからこれって、あのなんていうの、チームに依存してる、依存してる人、はい、その一人の選手に依存してる人、チームがあんまり良くない。ここにしても勝ってないよね。だからエースはコラボとの組織で存在されてるんですよ。ベンチ選手、クレイスチャーシー、ネイマール、全部存在されてる組織。だってなんかメッシとかネイマールってめちゃくちゃすごい、それまで、もう一番注目ぐらいだったんですけど、本当にあんまりだから全部ペナルティーエリアの近くに来るとまずいんで、その前の段階で全部通されてるんですよ。レバンドフスキもそうですよ。トップテーマなんていうのにもうほとんど何もできなかった。でコロンビアも、まあ、ファルカオがいて、まあ、ロドリゲスがいたので、まあ、怪我で出てるんですけど、そこもやっぱりここで行ってる分に関してはもう潰されて何もなくなって、まあ、福井が出てきてる、結構こういうの。なるほど。あまりエンバルコとかでも知らなかった選手もいたり、いろんな選手がやっぱりこうレベルが平均的に上がっているところがやっぱり強いのかな。対策してきますもんね。だからこのぐらいレベルになってくると一人の選手潰すのが簡単ですから、チーム力がやっぱり、組織力っていうのは今回のテーマでした、ね。わ、それがもう目に見えてきますね、そう考えると、うん、だから守備ができるところは結構ここ守備ができるところはどんどん上がってきますね、平均的に。今大会セットプレーからの得点が多かったですけど、まあビデオ判定のこともあったりですね。だって PK 決勝でもありましたね、VAR が。その辺、いいのか悪いのか。選手としては守備から言ったらいらないです、はっきり。全くいらない。へぇ、はい、いけないですよ、思い切って。こうちょっとでも。確かに。はい、だから、コインカーとしてはもう入っていけば、何回も動くからっていうのがあると思うんで、シミュレーション以外は。それ考えると攻撃側の方が多分いいんじゃないですか。PK も結構多かったし、この大会。はい、多かったですね。でもなんか私決勝を見てて、あの出身の人がなんかこう VAR もっとやればいいのってところでやらなかったり、ばらつきを感じたんで。あ、だから審判の判断やから。なんか結局じゃあ公平って何なんだって思っちゃいますね。VAR やるのやらないの。やるなら全部やってほしい。そう。あんななんかさ、こんな髪の毛さ、整えてる暇があるの。違うと思う。だってナイジェリアとどっかやった時からどこやったかナイジェリアって出てたっけ？あれ出てます。グループリーグ。ナイジェリア、ナイジェリア。いいです。グループリーグ。ここがね、どっかでやった時に完全にハンドをやってるけども、故意的じゃないからっていう流された最後。で、多分それでアルゼンチンが上がったと思う。それやったらこれ決勝のハンドも故意じゃないです。完全にヘディングした後に感動して、ナイジェリアそれで流されたんですよ。で、PK にならなかったんですよ。取っとけば、これ入れなかったんですよ、どうしますこれ。だから、レグビーの判断、最終的にはもう人間ですよ。いや、でもまたこれが続くのかっていう問題もありますね。だけど、お金めっちゃかかるんですよ。だから、チャンピオンズリーグかワールドカップしかできないんですよ。だから、J リーグでやれとか、国内でやれとか、多分無理なんですよ。だから、この体制も取らないといけないんですよ、逆に。国内でちゃんと見なきゃいけない。そうそう、いっぱいいますもんね、VAR してるのに。あれだけじゃなくて、防犯とかにもいるし、要は各あの会場にあれだけの数がいるんで、ものすごくお金もかかってるし、ビデオもあったりたくさんあるとか、かかってるコストが。グループリーグから、本当に。やっぱりワールドカップすごいなっていう試合ばかりでしたからね。まあ次の大会もここ
ます。イングランド、この辺がもう上がってきて、多分ドイツとかちょっと落ちてくるから、まあ、フランス若いですもん。若いじゃん、イングランド若いし。世代別でも優勝しますもんね。南米はどうですか？厳しいですか？ヨーロッパ地区というか、ヨーロッパ系でやった大会に関してはやっぱり南米のチームって出てきてないです、優勝できてないですやっぱり。アメリカ大会はどこか大会は1回優勝しただけで、あとはもうほとんど負けてるんですよ。欧州でやるときはやっぱり南米系が不利になってるっていう意味では。それはヨーロッパが強くなってるってことですか？もうあると思うし、気候の部分もあるかもな。ほとんどヨーロッパでやってる選手も多いんだけど。はい。ということで、続いて、ベストプレーヤーですね。はい、コロナ禍のベストプレーヤー。この中でというか、海外の選手で。うん、海外の選手で。でもいっぱいいるからな。まあ、ちなみに MVP がもちろん。まあ、よく
プレーオフは落ちていきます、当然ながら、うん、だけど経験があるんで、そこの反射神経はある程度カバーができます、ね、じゃあなんで川島選手はちょっと前まですごいもう無敵な感じだったのに、うん、まあ、今大会一応結果的にはまあなんだろうな、こういうのもあったりして面白かったですけど、うん、なんかちょっと前よりは、いやいや、もう完全に自分のチーム、まず自分のチームは、落ちたんですか、下のリーグに。メッサですよね、うん、そうです。下に落ちて、そこでまあ当然、士気も下がる、うん。で、ワールドカップの予選で、まあ、ミスを変えたとしたら、それで、まあ、乗り切れなかった。うん、で結局は、セネガル戦のこのパンチングミスで、多分吹っ切れたと思うんですよ、ある程度。で、そこから次良かったです、ポーランド戦が。だそこで、セネガル戦が一つの、あのポイントになったかなという感じが、うん、いや西野監督すごいですね。すごいですね。ね、ちなみに、うん、一番素晴らしいと思ったゴールシーンは、何が素晴らしい、百何十ゴールもありましたからね。素晴らしいゴール、これがあったかな、マイルよりも良かったですよね。いやキーパーは2メーター近いですけど、取れなかったです、全く。あと、印象に残るシーンは結構あったんですけどね。まあでも、あの最初のクリロナのハットトリックとか、最後の3点目のフリーキック、よく頭に入りますよね。すごいね。こう落ちて、縦にも変えて落ちて。レベル高かったですね。本当になんか火の打ちどころがないですか、うん、みんなすごかったですけどね。何かな、あフリーキック多いかったね、多かったですね。カウンターじゃん、これは印象的だ。で今回の大会カウンターって多かったですよ、はい、守備が硬いんで、しっかり守備して奪ってカウンターで点取れたチームが結構いたんで、はい、そこが一つ今大会のポイント、攻めるポイントのキーワードかなという感じがありますけどね。なんでここまでカウンターが強かったんですか。あのやっぱり攻めてくる相手が攻めて人をやっぱどうしてもかけてくる、うん、でやっぱ後ろの人数があの同数になったり足りなくなったりするんで、カウンターって一番点取りやすいんですよ、うん、相手が陣形整う前に行くんで、はい、で人がどうすれば多分崩れていくんですよ。でうまいちほどやっぱりこうカウンター決まれば点取りやすいので、守備がどうしようもないですね、やっぱり。なかなか難しいです、カウンターっていうのは、うん。カウンターの練習とかって普段ですか。あんまり多分やってはないと思うんですよ。あんまり見たことないですよね、うん。自分のチームでは多分やってると思うんですけど、カウンターの練習。だからここまでのレベルになってくると、カウンターはもう自然的に多分自分ができると思うんで、うん。でも結構、どの試合も、うん、こっちがカウンターして、こっちがカウンターしてみたいなところね、そのコースの切り替えが早かったので、見てて楽しかったです。だからここもカウンターやるでしょ、うん、スペインもカウンターやるでしょ、うん、でドイツもカウンターでいかれたでしょ、はい、メキシコ戦結構カウンターで結構点取りましたからね、うん、ね、ドイツもまさかのグループリーグ敗退でした。ドイツが負けて敗退するとねえ超かっこいいですよね。
えっと、フランス戦、ね、2番のディフェンダーです。ディフェンダーで、ね、あのボレーシュートすごかったよね。なんか切り込むみたいな。どんな試合だっけ。なんか右の後ろの方から思い切り打つんですけど、なんかボールがなんかこういう感じになんか曲がったように見えて、あの動画私10回ぐらい見たの。わかる。あら、あ、右サイドバック。そうです、そうです。あ、はい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 、はい、なんかちょっとテンパってます。はい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 。ちょっとあの決勝戦のミス多くて、おやおやパバール君と思ったんですけど、でもそこまですごい安定して、だその人まだ22ぐらい。若い。フランス若い。フランス、まあ顔だけもだし、プレーも含めてイケメン選手多いですね。グリーズマンとかもそうだし。エムバペもかっこいいし。エムバペもかっこいい。かっこいい。ああいう中性的な顔が好きやね、2人とも。まあ、いや、結構いろんな人好きです。幅広く、ほなみさんは、アロマです。アロマなんか。ああ、そうですね。抜群じゃないですか、プレーンは。普通ですけどね。いや、かっこいい顔も好きなんですよ。いや、そっち芸じゃないですよ。まあ、誰も、はい、憧れる選手ですね。はい、イケメンナンバーワンです、はい、では最後に、うん、まあ、これからも日本代表戦ありますからね、この後、まもなくですよね、もう間もなくでもないです、9月に9月からなんか試合があるみたいな、結構続けて試合ありますよね、うん、まあ、この4番を持ってしっかりね、そうですね、この日本中が温まってるうちにまた強いところを見せてくれたら嬉しいですね、監督も選手もいろいろと変わると思いますが、まあ、9月、10月、うん、11月と11月とチャレンジカップが試合、どうですか ね、どうなっていきますか、まず監督はどうなると思いますか、監督どうなるんですかね、国内で決めるのか海外の選手が持ってくるのか、まあ、今回ワールドカップ西野監督で日本人でしたけど、僕はどっちもいいと思います、ただ日本でやってた監督を連れて行ってほしいですよ、あ、日本のその性格であるとか日本サッカーっていうのを知っとかないと、また一から来てなんかいろんなことをされて、はい、また結局ダメだったって返されるっていうのが嫌だし、日本の監督であれば日本の監督にも決勝を取れるけども、結局勝負どころでこう経験値がどこにもいるかなっていうのはありますよね、考えたら海外の選手、あの監督の方がいいのかなっていう、なんか具体的にこの人がいいみたいなのがあります。別にないです。今もちょっとニュースとか見るとこの方なのかなっていう、森保が基本的に俺オリンピックでやってるんで、はい、経営によって言ったら多分厳しいと思うんですよ、オリンピックと両方やるっていうのは、どうしても、だけどオリンピックからを今度上げていかないと4年後に何か、うん、まあ、それから見ると森保でもいいのかなっていう感じもありますし、森保って結構だけど守備的ですよ、完全に監督としては、また変わってきますね、そこが、うん、完全守備の監督なんで、うん、サーブレッジやってる時もタイトルはたくさん取ってますけど、はい、完全にカウンターだったと思うんです、今までと違いますね、そんな選手も変わってきますし、うん、監督選考で選手選考も変わってくるし、あ、それは協会が、ね、一本化してちゃんとやってもらわないと、今回のことを聞くとまた選手が変わってくるんですから、はい、選手はまだ世代交代ではないですよ、いや世代交代していかないですよ、これからも、うん、だってオサジャパンって言われたでしょ、うーん、オサジャパン頑張ってたけどね、辛いね、同世代辛い、あれ、彼らは確か頑張ってくれたんでやっぱここまで来たと思うんですよ、そうですよね、今のところ引退宣言した人ってハサミ選手が他にもいました、豪徳がしたんですよ、え、そうなんですね、早いな、でも早いですよね、早いけど何ポートで29、30ぐらい、まあ、そんなわけない、引退宣言すんねやと思って、そうですね、昔の選手ってやっぱりあまり宣言してなかった、知らぬ間にいなくなったみたいな、あ、呼ばれなくなったらもう自分で、まあ、そんなニュースにならなかったかもわかりません、はい、もう中田とかそうだったんで、行きませんみたいな感じで、そんなことだったけど、ニュースにはなかった、ちなみにこれから日本代表に呼んでほしい選手っていらっしゃいます？呼んでほしい、まあ久保とか、うん、
まあ、柴崎が中心になると思うんで、はい、まあ、そこからどういう選手を持ってくるのか、うん、アタッカー陣は結構いると思うんで、はい、ディフェンスがどうなるかですね。そうですよね。庄司、上田、まあ、牧もそうですけど、サイドバックが少なく、サイドバックがいるんですよ、J リーグでいっぱい、はい、面白い選手も、うん、速い選手も、だそれを選手は多分呼んでくると思うんで、センターバックが、世界に通じるセンターバックが来ないと、うん、結局、あのね、どうせやったかな、ベルギー戦も、要は前から行くんですけども、結局、下がって守備もしなきゃいけない時もあって、本来 2-0 だったら下がって守備するんですよ、はい。だけど、そうなると、2点目取られてもセンターに投げられて、ドーンっていかれるんで、大きい選手ですね、90ぐらいの選手になられたんですけども、はい、そうなると、やっぱり弾ける選手、190ちょっと前、あの吉田がありますけども、結局190だと体重多分80キロぐらいですよね、はい、相手やっぱ10キロは持ったやつ、ね、同じ人だと、そうですよね、それ考えると、あのセンターバックはもう本来2メートル近い選手が出てきて、足元も、もうっていう選手が出てこないと、センターバック特にちょっと若い子に身長の話になって、現在のJリーグの中でいないです、あんまりもないな、そうすれば目立って、まあ、元があんないで80歳しかないんで、はい、それ考えると、うん、高さでやっぱり、まだ分かんない、うん、上田選手もベルギーに行って決まったので、うん、パワーアップするかもしれないし、ね、うん、中澤はトゥルを超えるセンターバックまだ出てきてるんですよ、まあ、そうですね、他の2人太いボール上げられてもやっぱりこう、跳ね返せるというのがやっぱりあったんで、うん、とセンターバックが9かなっていう、大きいセンターバック、いや出てきてほしいですね、まあでも東京オリンピックもありますし、はい、まあ、その世代が出てきてもらいたいですけど、ね、やっぱ下から出てこないとなかなか底上げにならないんで、はい、ゴールキーパーは今のところ中村が中心で、あと2体ですよね、これがキーパーに関しても1位ぐらい喋らなかったけど J リーグって結局は韓国のキーパーとかオーストラリアのキーパーがいるじゃないですか、結構、まあ、チーム勝たないといけないから仕方ないですよ、取るのは、うん、だったら育てるよというチーム、自分のチームのちゃんと、うん、でプロジェクトもあの日本代表、日本の中でやってるんですよ、キーパープロジェクトで、190の選手もいますし、はい、有望なんですけども、結局試合で出てるの見たら全部韓国人なんですよ、はい、でまあ、タッパもあの身長も190以上あるし、うん、非常にこうテクニックもあるんで、うん、育たない、完全にこれは、うん、あの、もったいないですね、だから日本のキーパーはあまり良くない、うん、困ったな、それはっていう状況が生まれてる、すごく、どうしよう、どうしようそのもっとしっかり頑張れる、反省するキーパーは、どうすればいいですかね、でもやはり経験としては試合に出ない、出ないと絶対無理ですよ、190あろうか2メーターあろうか試合に出て、あの経験積まないと絶対キーパーに関してはダメです、難しい問題なのね、これどのクラブがもう決まってますからね、怪我とか負傷しない限り、うん、ね、なかなか交代は厳しいポジションだと思います、ね、日本人同士の交代ではあるんですけど、韓国人とか入っていての交代なんで、うん、なかなかその辺の日本のレベルが上がらない、うん、キーパーも僕らの時から言われたキーパーがあの一番のウィークポイントだと言われて、まあ、僕らの時は吉田とかだったけど、はい、吉田も80ぐらいしかないし、長崎行っても185ぐらいしかないんで、やっぱり小さいですね、190があって、もう本当90キロ、80キロぐらいの体じゃないと、なかなか世界ではできないです、ね、このワールドカップで改めてそのゴールキーパーの重要性っていうのも感じさせられたなって、うん、ほとんど大きいですよね、みんなね、2メートル近いキーパーほとんどで、試合決まりますか、いやー、出てきてますね、頑張ってほしいですね、まあ、J リーグも明日からまた J1 が再開しますから、うんうん、楽しみですよ ね、いろいろ、いろんな選手も来て、そうですよ、トーレス選手だったり、ね、イニエスタ選手、日本代表だった選手大丈夫かなと思って、ちょっと燃え尽きるんじゃないですか、陰でやってる選手ほとんどあったんで、正直ぐらいしか出てなかったんで、結構帰ってきても切り替えれない選手が結構いて、疲れて、今海外であれば爆発してるんですけど、はい、日本も試合始まってますから、そうですよね、もう練習すぐに参加して、全力の選手は、そうそうそう、切り替えがちゃんとできてるかなっていうのはちょっと心配で、大の選手は、うん、しかもこの暑い中ですからね、
ちゃダメでしょ、ね、全然ダメですよ、倒れちゃいますよね、倒れますよ、まあ、今後の J リーグにも期待して、はい、一緒に盛り上がっていけたらなというふうに思います、はい、第3弾楽しかったですね、はい、第4弾あるんですからね、またあの大きい大会で大きい大会で日本が頑張ってくれたらあります、はい